2001年、都立、七尾養護学校、先生方が、性教育の改善に取り組んだ。生徒の妊娠ということが起き、実際的な対応が求められた。この性教育の授業は評判になった。そこに、自民党の都議会議員が、介入して、教育委員会に命じて、関係した先生が処分された。2005年、ネトウヨ、自民党の山谷恵里子が、出てきた。これは吹田市の小学校 1,2 年生用教育委員会が発行している性教育の副教材でございます。お父さんはペニスをお母さんのワギナにくっつけて精子が外に出ないようにして届けますと書いてございます。小学校1年、これ私お母さんから届けられたんです。こんな教科書を子どもたちに読ませている、許せない。これは私も問題だと思いますね。我々の年代では教えてもらったことありませんが、知らないうちに自然に一通りのことは覚えちゃうんですね。性教育の教材がセックスを具体的に示す、親を見る目が変わってしまうっていうのと、やっぱりこう生命感なんかが歪んでしまう。これは本当にある意味暴走してるんですよね。当時一部のメディアはこのことを大きく取り上げました。性教育イコール過激というイメージで捉えた人もいたのです。山谷参議院議員、現在の考えを聞きました。こういう具体的なことを教えることはもうすなわちあなたたちは避妊具さえはめればセックスしていいのよということを教えることになりますから、それは私は反対です。本当に子供時代はですね、蝶々が飛んでいる姿、それからお花がきれいに咲く姿、昆虫が一生懸命歩いている姿、それで十分命の尊さというのを私たちは学んできたんですよね。年齢にふさわしい、本当は結婚してからだと思いますね。はい。